てしまいました。赤い血が白い雪の上に落ちました。肌は雪のように白く、ほっぺたは血のように赤く、髪はこの黒炭の窓枠のように黒い。そんな赤ちゃんが生まれたら嬉しいわ。まもなく可愛い赤ちゃんが生まれましたが、お妃は亡くなってしまいました。赤ちゃんはだんだん大きくなって美しい娘になりました。肌は雪のように白く、ほっぺたは血のように赤く、髪は黒炭のように黒かったので、